逆にあなたはないの嫌いなの。ないな。何でも食えちゃう虫以外は。なんで虫出した今。だって最近食べるじゃん虫。まあ、ね、そっか、うん、昆虫食、食料の中に入ってきてるじゃん、うん、ジャンルとして流行ってきてるね。虫は単純に食いたくないね。え、美味しくてもダメ。美味しい虫を食ったことないからなんとも言えんが、まあ、美味しくてもビジュアルがダメだからさ、なんかさ、ハンバーグとかペースト状にするなら分かるよ僕も、うん、細かくそのままの形で出してくるのはもう無理だな。あー、まあそうね、細かくこの粉にしたようなやつだった。あー、長さん頼む。おいよ、粉にすんならいいよ。うん、悪くない。コオロギのね、いや粉にしてわけわかんなくするんだったらいいよ。だってそうだったらさ、なんだっけ、着色料のさ、青色南郷とかも全部虫でできてんじゃん。ああ、そうだ、あれダニだ。そう、それも昔さ、駄菓子とかで食べてたじゃん、うん、だからそうだったらいいのさ。いや、ビジュアルなのよ、僕。おい、見た目。だから、別に虫料理じゃなくて、うん、その、ハンバーグが普通に虫の形で作りましたっていうのも食べられないはず。なるほど。ビジュアルだから、僕は。リンゴを、なんかタコさんウインナーじゃなくて、うん、コオロギ型ウインナーを作りましたってなったら食えないと思う。そのビジュアルが、はい、中身はウインナーでも、うん、それは分かる気がするな、うん、だから僕、うん、うんこ味のカレーが食えないんだよ。カレー味のうんこは食べれる派なの、分かる。だから見た目とかで入ってるから、うん、うんこ味のカレーは食えない。中身カレーでも。うんこ味のカレーは見た目カレーだよ。どっちもうんこ味のカレーとカレー味のうんこどっち食うかってあるじゃん。うん、うん、あるよくね、うん、どっち食うってなるじゃん。うん、僕はカレー味のうんこを食べる派なのよ。ああ、俺もそうだわ。カレーだからね、結局は。ちげえよ。え、カレー味の、うん、うんこだからうんこなんだよ、うん、あ、見た目は。じゃあちげえよ。味のうんこなの。うんこがうまくスパイスとか入れて、うん、カレーの味になったり、はいはい、匂いもね、うん、でもうんこだよっていう。あ、そっち食べるか。勘違いしてる。うんこ味の、うん、だカレーなんだけど、うん、思いっきり味が、味も匂いも、うん、完全にどう考えてもうんこだろうっていう。どっち食べるかって話。あ、そういうことだったんだ、うん、え、嘘だろ。お、嘘だろ。俺はてっきり、うん、そのカレー味のうんこって、うん、あのカレーさ、はい、ハセシンに聞かせるトークの内容じゃないんだよな。え、今聞いてんの、うん、うんことうんこ味のカレーとか、うん、しかも理解してないところも含めてよ。もうやめようぜ。あー、汚い話だもんな。ごめんね、今飯食ってる人いるかもしれないしな。そうだな。10時か。まあ10時ならいいか。やめとくかな。やめとこ、やめとこ。今この短時間で何回うんこって言ったかな俺。今プラス1回だね。すいません。え、どっち食うの。何だから結局は。味がうんこじゃなければ何でも食う俺。じゃあ僕のうんこ今度カレー味に着色していくからそれ食えよ。だからあれ味はカレーにするから。あー、でも出したやつをね。でもあれしょ、ご飯の上にきれいに乗っかってるってことでしょ僕のうんちがね、うん、そう。どうしたら食べちゃうんじゃないかな。え、本気で言ってんの。いやだってえ、それはうんちなんだよ。うん、でもさ、うん、出されて料理としてはもうパッと見はうんこじゃないわけでしょ。味もカレーだし、うん、であれば全然食えるじゃん。いいね、うん、どうしたら、うん、いけるいける、大丈夫。まあ、匂いでダメって結局そういうことか。そうそう。匂いがカレーなら何でも食えるんだよ。匂いが牛乳だからダメなのと、うん、匂いがカレーだから食えるは同じこと言ってるのが裏表。そうだ。いけ。じゃあ牛乳からメロンソーダの匂いしてれば問題ないんだ。あ、全然問題ない。それは結論としては、うん、爆食いすると思う、それ。まあ飲み物だけど。爆飲みすると思う。合ってる合ってる。一つ真実というか、うん、自分の内面掘ったね、うん、うん、ありがとう、うん。
だ見てくれにごまかされるわけよ、つまりは。ははん、グリーンピースも、うん、メロンソーダ味すればいいんじゃない？あ、匂いがメロンソーダのなんかパウダーみたいなのぶっかけとけば食えると思う。でも噛んだ後にジュワッと中から出てくるじゃん。あ、何そこもか。そこが臭いのさ。じゃあミキサーにかけて、うん、メロンソーダに混ぜればいけるな。それもう匂いプンプンだよ。臭さ。なんてその消すからさ。メロンソーダ混ぜって。うん。多分絵も言われぬ臭さになるよね。だから匂いを消すってどこの保証あって消すっつってんのそれ言うんだったらうんちだって同じだろうが、何の保証があってうんちの匂い全部消えてカレーなんだよ。知らねえ。その前提があって話してんだろ。ああもうもう、でもうまいぞ盤面は。おお、ありがとう。ゆっくりやってるからな、うん、ゆっくりやっていい。あっあっ、ほら褒めるからすぐ失敗する。褒めてねえよどこ今怒ってたの誰のせいよこれ失敗したの。Love you, it's easy 'cause they're beautiful. Making love you, it's your